お疲れ様です。3月26日火曜日朝6時の相場解説になります。今日はね、レンジオプションで1日過ごしていこうと思います。昨日と同じように、今日この動画が午前中の最後の動画になりますんで、次の更新が今日のまとめ動画になります。で、えっ、ー、と、FX オリガルヒの方はそんな感じでね、2週間ほどテスト期間で少ない動画でいかにね、 皆さんを、まあ、勝利に導けるかってことに挑戦する、そんな期間にさせていただきたいと思いますけども、そもそも、あの、即可塾限定動画をご覧の皆様は、この動画一本でやっていかなくちゃいけませんからね。まあでも十分参考になってると思いますあ。というのが、今日もですけども、レンジオプションだよと、状態と過程はこれとこれだよっていうふうに言えば、特に細かく言う必要はないんですよね。突発的な動きがあったりとか、 言い損ねたことがあったら追加するために朝9時とか昼12時の動画っていうのをやってきましたけども、まあなくても大丈夫なように思考の方をね、もっともっとこう詰め込んでいただきたいかなっていうのと、私も伝える技術を上げることによってね、朝6時の相場解説を見れば1日の流れが見ていけて、そして修正も自分でできるというふうになっていただければなと思いますのでね、もうちょっと続けさせていただきます。えー、それでですね、えー、今日はレンジオプションなんですけども、ご覧のように、えー、ぐーんとね、 高止まりしていた価格が152円に行かずに今落ち着いているところだと思うんですよ。だからといって151円を今日中に割るかって言ったらそこまでいかないと思いますので、大体いい価格帯っていうのはこの中で収まるかなと。ほら、あの、ロウソク足もすごく実体が短いのが続いてるでしょ。うん。だからこれは上下が釣り合っている状態だということなんですよ。では4時間の方を見ていきます。で、4時間の方を見ていただいても同じように、 この辺り、もう上下の動きっていうのがすごく少なくってね、えー、本当にこう、この2つの価格の中に収まってるかなってことです。で、これが上下55ピップスのレンジってことになりますね。だから理想的なレンジオプションは60ピップスから70ピップスっていつも申し上げていますけども、55ピップスもまあ勝負にならないあの幅ではないんでね、この間で利益を取っていきましょうってことになります。まあ、昨日はセルの方で利益を取るチャンスっていうのは結構見つかったと思いますけども、今日は材料もありませんしね。 で、昨日の深夜23時にアメリカの住宅件数の発表がありまして、それによってちょっと価格が上向きになってきたところもあるんで、これはこれで、えー、見えやすくなってきたんじゃないかなと思いますね。はい、そして1時間軸です。ご覧のようになってます。えー、前回 FX オリガルヒの更新をした深夜3時には、この辺りに価格があったんですけども、上に達する前に下の方に凹んできましたね。で、こういったことを考えると、じゃあ今から倍にすればいいのか、セルにすればいいのかって悩むところですよ。 確かにこれ悩むポイントで私もその通りだと思います。まあですんである程度山を張って下に張ったりとか上に張ったりとてもありますけども私が一番好きなのは待つってことですよね。つまり、えっ、ー、とこの150年611の影響下にあるところまで待つ。で今ここに斜線引きますけどもここに入ったらセルって決める。逆にこっちの方はここに入ったら倍っていうふうにね決めるんですよ。 それ以外はもうタイミングがなかったチャンスがなかったってことでし仕方がないじゃないですか。ね。あのこういったどっか分かんないところでエントリーをするとそれなりにリスクは高まりますんでね。で私はこういうところからでもエントリーしますけどもでもそれは技術があって資金的な余裕があるからできることなんでその2つがない間はリスクと技術の面でここから固く取っていくこと、まあ、これをねマスターしていって繰り返していって 勝ち越しを、おまあ、状態化することなんじゃないかなと思います。今日もその一つだと思いますよ。はい、えー。ということで、今日の相場解説はこんなところでございます。あの、レンジオプションってことがはっきりわかるだけでも、方針は決まると思いますので、それに従ってトライしてみてください。はい。えー、あとね、どうしてもちょっと突発的な事情とか起きましたら、それは、あのー、時間に関わらず、追加放送しますけども、まあ、基本的には次の更新は、夕方、 5時前後だと思っていただければと思いますそれではその時まで